皆さんこんにちは、柳井ゆめなです。本日はなんかここにスケッチブックとペンが用意してあるんですけど、何をするんですか？どうなっていくか発表します。はい。コーナーが落ち着いたら柳井ゆめなは日本全国どこの県に行きたいのかベスト5。おおちょっと分かんないけどなるほど。コロナが落ち着いたら行きたい県ベスト5。はい。日本全国って何都道府県ありましたっけ？47。おお。いや待ってバカにしすぎだって。コロナ落ち着いたらね、どっかロケとか行きたいし。そうですね。行きたいかなとも含めて。なるほど。なのでそのスケッチブック。これにかけと。なるほどですね。ゆめなの夢。でも1は決まってる。もう1はもう即決まってる。まあ2も決まってるかな。3、4、5むずいかも。行ってみたいなっていう県ないんですか？だって何県に何があるのかわかんないから。社会うん、33点だったし。何県。旅行行くとしたら何県が有名とかしたいこととかないですか？コロナ終わったらこれしたいこと、それはたくさんありますよ。そこから逆算してる。そうだな、とりあえず1、2、3、4、5。はい。いや5位からむずっ。行ったことの県ってあります？結構あります。それは結構ありますよ。結構ある。それは全国もロケ行きすぎて、もうやることないですわ。いや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 。ない。ああ、これもあるのね。はい。選んでる基準を探してる基準っていうか。雰囲気。あ、オッケー、決まったかも。あ、決まった。うん、決まったかもしれないです。今漢字見ましたね。コロナが収まったら行きたいところベスト5。第5位は福岡です。これ福岡ってきましたけど、博多に行きたいです。岡をカンニングしたんですか？何ですか？岡っていう漢字をカンニングしたんですね。分かってたけど、あったら見ちゃうじゃんっていうことですよ。どこじゃないですから。博多に行ってみたい。今写真見たらすごい綺麗だった。なんかこんなとこがあるんですよ。こんな綺麗ななんか景色、おおって今目に留まったから。そして屋台グルメとかラーメン、うどん、水炊き。あ、水炊きですね。行ったことないです。福岡ないです。九州は行ったことないですか？九州って佐賀とかあるとこ。あとどこありました？長崎。でも博多はいいですよね。いいですよね。ね。10万人記念かな。おお。20万人記念で4位。で30万人記念で3位。で50万人記念で2位。で100万人で1位。厳しい。第4位は長崎です。なぜかというとハウステンボスに行ってみたい。聞いたことあったけど、ここに写真あるけど、もうこんな綺麗なんですね。ハウステンボスってイルミネーション。すごくないですか？日本三大夜景。そうなんだ。ハウステンボスとかチューリップとかラベンダーとかね、聞きたい。はい。まあ行ってみたいっていう感じです。ハウステンボスに。はい。第3位はじゃん、鹿児島です。おお、また九州。九州なんだ、鹿児島も。一番端っこだから行ってみたいなっていう興味。他に何か理由がありますか？鹿児島で。海とか綺麗そうだなとか、こっちの上の方にはない全然ないものがありそうだなみたいな、空気も違そうだなみたいな感じですね。屋久島とか屋久杉とか、はい、あれも鹿児島。屋久島とか屋久島は聞いたことあります。今お高ぶりしましたよね。高ぶりしました。聞いたことあるぐらい。ランキングのなんか信憑性が危うくなってきたんですけど、何を僕に言ってる。どこも行ってみたいんですよ。結果どこも行ってみたいんですよ。それぞれ県って魅力があるじゃないですか。はい。第2位はででん北海道です。これイッテ Q のロケで北海道行ったんですけど、まあロケだったからあんまりその観光目的ではないかったし、北海道の観光地を観光したいという思いを込めて2位です。もう家族を連れて行きたいんですよ北海道。海鮮美味しいじゃないですか。海鮮好きだからうちの家族が、だから行きたいですね。北海道ってめっちゃ広いと思うんですけど、どこ行きたいんですかね。札幌？他はありますかね。北海道もうとりあえず北海道のどことかじゃなくて、アイス食べたいってアイス何が食べたいって聞いてるのと一緒です。そんなそれぐらいひどいよね北海道。北海道の牛に会いたい。第1位はででででででバン、沖縄です。はい。これもイッテ Q のロケで、でも沖縄ではないけど西表島っていう島に行ったんですよ。その時もすんごい綺麗で、沖縄経由みたいな感じで、だからちゃんとその沖縄の観光目的でこれも行きたいなって感じですね。王道の1位になってしまいましたけど、やっぱここだよね。行ったことないですか？ないです。何したいですか？沖縄行って沖縄料理も食べたいし、沖縄の曲とか聴きたい。もう空気を味わいたい、沖縄の。じゃあ沖縄で箱の中身をやるってことでいいですか？なんで沖縄まで行って箱の中身やるんですか？サーターアンダギー。どこのお母さんがあげたサーターアンダギーかっていう。それおもろいな。沖縄行きたいな。南が多いですね。ですね。なんでだろう。やっぱなんか自分が上の方にいるから下に行きたがるんですかね、多分。我々としては大阪の方。ああ、本当だ。大阪6位です。大阪は6位ですね。はい、ということでコロナが収まったら行きたい県ベスト5ということで、5位が福岡、4位長崎、3位鹿児島、2位北海道、1位沖縄ということで、収まってくれたらいいですね。収まったら本当に実現するのでしょうか？いや、もちろん。本当ですか？はい、6位から6位まで、はい、6位大阪っていうのをちょっとね、ここに入れておきますね。6位大阪。大阪も行きたいんで、絶対楽しいじゃないですか、大阪とか。みんなね、人も絶対面白いと思うんで行きたいんですけど、早く収まりますように願っております。皆さんももう感染者もどんどん今増えててめっちゃ怖いですけど、気をつけてくださいね。今日も見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。皆さんの地元入ってたら教えてください。ここも来てとかおすすめあったらコメントで教えてください。チャンネル登録よろしくお願いします。押してね。